第60ページ「スパイシーソル」ザ・サーフビートミュージックを掲げロック・レゲエ・ R&B などさまざまなジャンルの要素が入り混じった新しいサウンドに心にしみるメローな歌声でメロディーを紡ぐ洋楽のフレーバーを注入しながらも抜群のセンスで独自の進化を遂げたシティとサーフが融合する新世代ハイブリッドバンド、えー、改めましてスパイシーソルのギターのアクンですよろしくお願いいたします いやーこうやって初めてあのラジオで一人喋るのは実は初めてなんですけどちょっと最後まで皆さんよろしくお願いしますそんな僕たちスパイシーソルはですね4月の29日に「自由気ままに」をリリースしましたもう皆さん聞いてくれてますかはいこの「自由気ままに」なんですけどちょっともうねアルバムについてちょっと話したいのですがまずタイトルがちょっと読みづらい のかなあのアルバムタイトルをこう文字で起こすと英語で「自由気ままに」というちょっと暗号っぽいあのアルバムタイトルを付けさせていただきました「自由気ままに」と呼びます、まあ、なんでこの「自由気ままに」というタイトルにしたかといいますと実はこのえー、アルバムフルアルバムはもう約2年ぶりのリリースになるんですよね まあその間別になんか何もリリースしてなかったわけじゃないんですけどコンセプト EP をリリースしましてそれが2枚ですねフリーと Easy ーーというコンセプト EP をその2年の間に出しましてまあそこからフリーと Easy ーーフリー &Easy ーーでまあ日本語にすると自由気ままにだねみたいな感じからこのアルバムタイトルになりました えー、そしてジャケット前回のアルバムも同じ方がやってくれたんですけど鈴木英人さんという方がアルバムのアートワークを担当してくれてこれはまさに本当にもうジャケットと音が本当にいい感じに融合している一枚になっておりますぜひ皆さん聴いてくださいいやレコーディングのエピソードを教えてくださいってなってるのですが 何でしょうね今回僕ギターに関しましてはいつもなんだろう前回のアルバムメロイエローっていうアルバムとかは結構ギターの音を重ねてたりとか何本も撮ったりとかしたんですけど今回はなるべく少なめでシンプルな音を目指してシンプルだけどやっぱその1本の音でちゃんと印象に残るというか曲が引き立つ。 ようなギターを注意して、こうレコーディングした感じですね。はい。そして、そして、このね、えっと、自由気ままにのアルバムには、なんと、えっと、ライブ DVD が入っております。これも初の試みですね。今年の3月5日に行った生配信ライブの、えー ライブ DVD なんですけどそれプラス当日未発表の曲とさらに2曲追加したボリューミーなライブ DVD になっておりますまあ見どころというかうん CD と DVD が一緒になってるのが僕はすごくいいなと思ってまして結構うちのメンバーはあの CD の時のプレイとライブの時のプレイを 結構アレンジで変えたりとかしてるんですよね。その辺をやっぱ CD をまず聴いてもらってで次 DVD 見てもらって多分1回で気づく曲もあると思うんですけどうーん気づかないところもあるからこう何回も見てもらっていただけると嬉しいですね。はいここからはですね番組が 用意した質問に答えていきたいと思いますこういうのありですありがとうございます一、えー、つ目今回はあくんさんだけの出演ですがあくんさんから見たメンバーの特徴と魅力を教えてくださいああ、これ一人ずつ行った方がいいのかなまずカズマメンバーバンドメンバーの最年少なんですけどドラムのカズマは、まあ、やっぱドラムってところもあって でまあ、スパイシーソルのほんと軸というかライブの軸になってますよねでもねなんだろうなボンミスしがちなんですよねなんかちょっと抜けちゃうのかな全然あの曲中とかいいプレイするしめちゃくちゃいいんですけどいやあとちょっとそこをちゃんとやれば完璧だったじゃんみたいなところを、まあ、ミスってしまうなんかそれがちょっと憎めないかわいいやつ で,す、ね、でピートトランペットキーボーンピートは天才肌ですかね本当にこの人は音楽やってなかったら本当に何だろうこんな言い方ですけど音楽のスキル以外は本当に大丈夫って感じの話しててもなんか「ん何を言ってんだこの子」みたいな感じの時もありますし。 天然ななのかなでもやっぱ音楽のスキルは本当にメンバー一なんで、うん、すごい頼りにしてますねケニーはケニーと僕とがスパイソール結成したんですけどきっかけになったんですけどやっぱケニーがこう一言何か言うとバンドが締まるというか、まあ、ボーカルとしてやっぱ フロントマンとして中心にいるやつなんだなって、はい、思いますね。ちょ次の質問。最近よくやっていることはありますかうーん、部屋に緑のものを買うようになりましたね。植物、サボテンだったり、ドライフラワーだったり、それこそ、ハーブだったり買って、 で僕バーーベキキューととかか好きなんでですよキャンプとかでもちょっと今の時期行けないので家でこうキャンプ道具を使った料理をしたりとかそのキャンプで使うような椅子を出してランタンとかあとはダッチオーブンとか使ってなんかお家でキャンプ気分を。 味わっていますねはい勉強してみたいなと思うことはありますか勉強してみたいなと思うことなんだろうな結構でも勉強熱心というかいろんなものに興味を持ち始めちゃうんですよね最近だとなんかオーガニックの野菜を取り寄せてみたりとか 全然お茶を急須入れたことなかったんですけど急須買ってお茶を入れてみたりとかですかね、はい、5月1日からアクンプロデュースのニューグッズを通販販売開始いたしました、はい、これからの季節にぴったりな T シャツやキャップもありますが今後作りたいグッズはありますか今後作りたいグッズは僕あのトランプ作りたいんですよあの家で やるトランプをなんか、ジョーカーとかをメンバーにしたりとか、クイーンとか、キングとかをこうメンバーの写真に変えて、トランプとかやったら、ちょっとおうち時間とかも家族で楽しめたりするのかなと思います。はいあとなんか、僕、匂いをすごい気にするんですよね。いい匂いをさせてないと、ちょっと嫌な人なんですよ、部屋とか。 楽屋とかもそうなんですけど、だからちょっとなんか匂いに関したグッズを出したいなと思っております。まあこんな感じでしょうかね。はい、そろそろお別れの時間です。早い本当にお付き合いありがとうございました。ここで改めてスパイシーソルカのお知らせです、えー。4月の29日に自由気ままにをリリースしました。ぜひ皆さんチェックしてください。ちょっと CD ショップがね、 やってななかかっったりといいけないっていう方もたくさんいると思うのでその場合はぜひオンラインショップを使っていただけるとあのお求めやすいと思いますのでぜひ皆さんよろしくお願いしますそしてライブ情報なのですがちょっとまだどうなるのかこうバンって今は言えないので随時あのスパイ c e のオフィシャルサイトホームページでチェックして いただけるとわかると思うのでその他の詳しい情報 SNS 等もやっていますのでぜひ皆さんそちらの方をチェックしてぜひあの CD 曲も聴いてほしいしライブもぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いします皆さんお付き合いありがとうございましたそれではまたぜひ皆さん会いましょうお相手はスパイシーソールのギターのあくんでしたバイバイ